二重川と神崎川との合流地点新川、平戸橋より上流方、神崎川の河口神崎川は、千葉県印馬地域から、東葛地域を流れると根川水系の一級河川。白石富士にある、八幡神社付近に源を発し、北東流する。北総線を越えると七地川、野口川を合わせ、市の中心部にある河原の小橋付近で南東に、方向を変える。 二重川との合流後は、白石と船橋市の境界を流れ、続いて、鈴見川との合流後は、八千代市と白石及び、印西市との境界を流れる。かつては、戸上川合流後すぐ、神崎橋付近で印馬沼に注いでいたが、印馬沼間拓により堀の内に沿って南下し、印馬放水路に注いでいる。流域では、特に白石内は、梨の栽培が盛んである。 競馬学校付近にある木戸前調整地より、下流の 14.56km が一級河川に指定されている。河川氾濫や道路冠水防止のため、1976年度より河川改修事業や橋の架け替えが進められている。千葉ニュータウンの整備事業が2012年度に終わる。ことから、それに合わせて、都市再生機構主導で河川改修事業を上流まで済ませる方針と、 なっている。源流部にあたる富士地区では都市化が進んでおり、周辺の公共下水道、雨水整備は改修工事の完了に合わせて着手するとしている。上流より、記載上流より記載。ありがとうございます。